教職教養トレーニング動画第1回教育原理の講義を始めます。講師の大西です。この講義ではテキスト2から5ページの教授学習理論のサブノートを解説いたします。問題を解いてからご覧ください。本日今回のと講義ではですね教授学習理論の部分をまず説明していきたいというふうに思いますで。サブノートの方で載っている人物全部を取り扱うことはできないわけですけれども。 特に重要な人物もしくは著書などを紹介していきたいというふうに思います。でまず最初に、えー、と教授学習理論として紹介しておきたい人物ですがコミニウスという人になります、えー、と出身地は今のチェコの辺りでモラビアというところになりますでこの人が行ったことっていうのが今の公教育の原型を作ったということで近代教育学の父とかっていうふうに呼ばれるわけです。でどういうういいことかというとか 教育の対象としてまず子どもに教育をしましょうで年齢ごとに学年を作りましょう1年生2年生3年生でその1年生の子にはこういうのをっていうふうに教えていきましょうでカリキュラムがそうやって整備されますで同じ学年に同じ同一の教科書を使ってみんな一緒のものを学びましょうで一斉教授法を提唱するなど今学校の中で行われているようなことの原型をこの人コメニウスっていう人が作って っていうものになるわけですねなので「教授学習理論」はまずこの人から始めたいということで今日コミュニウスを紹介したということになります。で著書ですけども「大教授学」と「世界図絵」っていう2つが有名なものがあってコミュニウュスが、えー、と著したものとして表したものとしてどれ,あれがどれが有名かっていうので聞かれたり「一致するものはどれですか?」って選ぶ時に「 大教授学だったり、世界勢だったりっていうのを覚えておくと一致させることができるかなというふうに思います。で、名称だけを覚えようとすると、あの、間違えやすいので、ある程度、少しでいいので、内容を把握しておこうとすると、大教授学っていうのは。 全ての事柄を全ての人に教授していく教えていくっていうことを目指したものになるわけですね。少しこう説明としては難しいものになりますけど、噛み砕いて言えば、コミュニュスはみんな同じものを知ってて、同じ内容を把握していると戦争はなくなるって言うような考え方をするわけです。なので、みんなに同じことを全て伝えよう。っていうのが意図で大教授学って言います。それをもう少しもっともっとこう。 下の年齢の人に子供たちにって,って噛み砕いていこうとしたときに絵が入っている教科書で子供向けの絵本として世界図絵っていうものを作ったということになります。この人から教授学習理論教育の仕組みだったりとかっていうのがスタートするということになります。もう一度言いますコメニウスっていう人です。ではおっと気づきましたねすみません。えー で次の人ですけどもペスタロッチっていうのは、えー、公教育の原型の後あの対象をもう少し広げていったような形でですね捉えてもらえるといいかなというふうに思います。で生まれはスイスなんですけども行ったことっていうのは小学校教育のやり方の礎を築いた人として挙げられるわけです。 今対象を少し広げたという言い方をしましたけれども古代になればなるほど教育を受けることができる人っていうのは貴族だったり王族だったりするわけですけどペスタロッチが対象とした相手っていうのが小学校ぐらいの段階の子どもなんだけれども王族や貴族だけではなくて。 孤児院だったり貧しい子どもにも教育をっていう風なことになっていったわけですねなので民衆教育の父とかっていう風に言われますで行ったことはその小学校教育のやり方の礎なんですけど方法論の確立をしていったということになりますで著書ですがスタンツだよりさっき言った孤児院でスタンツ孤児院ていう孤児院で貧しい子どもたちに教えた でリーンハルトとゲルトルートだったり「インジ者の夕暮れ」っていう本も有名だったりします、えー、教育方法を伝えていく際に、えー、小説のような形で伝えるんでリーンハルトとゲルトルートだったりあとはあのペスタロッチの名言集みたいなものだと思いますが「インジ者の夕暮れ」っていうものがあったりするわけですねこの辺りも覚えておきたいところだと思いますでは次の人ですでヘルバルトという人物になります ここの人が行ったことっていうのが特に今の日本の学校教育の中で授業案を作ろうとした際にヘルバルトをこの次のスライドで紹介する人になりますがの学説を発展させたものが大きく影響を与えているものになります。 え順番としてまず明瞭ってことがあってからけ連合して系統して方法で締めくくるっていうのがヘルバルバなります特にこのどういうそれぞれの意味なのかっていうところは問われがちになりますので暗記しようとするだけじゃなくて何を言ってるのかまず対象何について扱うのかっていうのは明らかにはっきりさせておこう明瞭ですね。 これまで学んできたこととじゃあどこがどうなのかっていうのを比べたりしてみようっていうので「連合」で今習ったことっていうのはどういう意味だったのかっていうのを整理しておこうみたいな感じで言うのが「系統」最後は「応用できるかな」ということでっていうのが「方法」とかっていう形で呼ばれたりするわけですけどそれを内容ととともにに一緒に覚えておきたいなと思いな思ます。著書有名なものは「一般教授学」っていうものになります。 じゃあ知識だけ獲得すればいいかっていうとそうじゃないよっていうことで品性を高めていきましょう投与していきましょうっていうのがヘルバルトの究極の目標でしたがこの教授法の開発等を含めて知識ととと品性のののを,を目指ししていここうとするのがヘルバルトの言ったことでしたでそのヘルバルトの言ったことを引き継いだ2人お弟子さんがいらっしゃいましてラインとチラーっていう人ですねヘルバルト学派とかっていうふうに言われます。 この2人ともドイツの生まれで行ったことっていうのが五段階教授法の開発ですヘルバルトのさっき言った「明瞭で」で、えー、連合系統方法っていう4つだったのを明瞭の部分を2つに分けて5段階に発展させたっていうのが2人のやったことになります。先にちょっとチラーから見ていきたいと思いますが明瞭の部分を分析と統合に分けてあと一緒ですね。 でラインの方はあの言い方を変えて予備提示で比較総括応用っていう風な形に変えていったということになります。特にえっ、ー、とこの順序ですかねが授業案の時にあの大きく影響を与えることになっているかなというふに思います。 ではえっとその他ですがえー、っと学習理論として代表的な人を数人取り上げていきたいかなというふうに思います。まずリューイです、えー。学習理論名としては問題解決がが型学習っていうものになるわけですね。リューイとしてはプラグラププラグマティズムの代表的な人物とかっていうふうにされて、えー、っと今のアクティブラーニングの一つの方法として挙げられるものを。 かなり1900年入ってすぐぐらいに提唱してきた人になります著書ですが民主主義と教育学校と社会っていうものを主に挙げられるものででこの中で問題解決を通しながらリーダーシップを身につけてで実生活 に直面する問題を解決しながら学習していきましょうっていうふうなのを言った人になります問題解決学習の手順はこの一から五の通りということになりますでアクティブラーニング今話が出ましたけれどもそれに関連させる形でもう一人あの紹介しておきたい学習理論名がありますで発見学習の提唱者ブルーナーということになるわけです えとアクティブ・ラーニングの方法の一つとして発見学習も入ってくるわけですけどもえと科学者が実験をしてで新しいことが見つかったっていう発見のプロセスだったりそういうものを子どもたちも同じ経験をしていきましょうってそうやって学習していきましょうっていうのを提唱したということになるわけです。その人がブルーととということになりますえーと 先ほど見てきたデュイであったりとかベスタロッチだったりとかっていうのはかなりこうでその人が生まれて生きた時代からすると時間が経っているわけですけれどもブルーナーのこの発見合宿述は提唱されてからっていうのは比較的まだ現代に近いタイミングで言われたものになりますで言われたタイミングですけれどもあのスプートニックショックっていうものがあってソ連とアメリカがどちらが先に宇宙に行くのかってなった時に。 アメリカが負けけたわけですねでそれに対して科学者のような科学的な、えー、日本で言えば理科のような理科数学算数のような知識をもう少し持った人そういうところに強みのある人を育てていく必要が出てきてそこでどういう学習方法であったりお手順を取ればいけるのだろうかっていうのを考えられたわけですね。でそこでで提唱されたたののが発見学習っていうものでした えー、きっかけに開かれスプートニクショックをきっかけに開かれたウッズホール会議でブルーナーさんが議長を務めてその内容をまとめたのがこの教育のの過程っていうものになりますで教員採用試験であの困るのはあブルーナー発見学習だってセットで覚えていたのに似てる名前が登場する時が困るわけですけど。 ブルームいいう人がいるんですねでこの「ブルーのと「ブルーム」っていう人がよく間違えがちなので違いをはっきりとさせておいて間違えないようにしたいと思います。で「ブルーム」っていう人は何を言ったか完全習習得学いいうのを言いました文字通りですけども、えー、と完全に習った内容を獲得するような学習方法を提唱したってことになるわけです。 どういうことかというとブルームが言うにはまず最初にその学習者がこっちが意図している教育目標が達成できているかどうかっていうのを確認するわけです。で達成できていない場合その部分に対して補充教材を与えたり、まあ、もしくは個別に指導を行ったりするわけですね。 それを繰り返すわけです。1から2を繰り返して繰り返してやっていくと結果的に、えー、教育達成できてない教育目標はなくなる。だから完全に習得できますよねっていう風うなのを言ったわけです。その際、えっ、ー、とブルームの点は教えること学習指導することと教育評価っていうのを一緒に捉えた点が大事なところにあって、おかなりすいません、ね。 にあってでまず最初に授業の前に行うもの例えば学期が始まった時だったり学年が始まった時などに行う診断的テスト実力がどれくらいあるるかを測るやつでそれによってどれくらいの進め方で授業を行うのかを計画したあと授業をした途中ですね形成的評価って呼ばれますけどもそれを重視します。えーまあ、いわばこの1を 形成的評価でで行うわけですね,ねこの評価を大事にすると2がうまくできることになるので1を形成的評価を大事にやってで2でちゃん適切なものを指導すれば完全に指導できるでしょっていうふうな形で提唱されましたこれを使えば90%から95%の学習者がちゃんと習得できるっていうふうな提唱したのがブルームです発見学習はブルーなということになりますで最後です。 えー、プラン教育プランっていうのも、えー、とサブノートの中では紹介したわけですけどもそこから一つ取り出してあの紹介したいと思いますただプラン名ですが「ドルトンプラン」っていうプランになります、えー、提唱者ですが「パーカースト」という人になります、えー、プラン名と人がずれていたりで人の名前を取ってプラン名になっていたりとかっていう部分があります、えー 今日スライドではお伝えしませんが例えばモリソンプランだったらモリソンっていうことになるわけですけどドルトンプランに関しては人と名前が全然違うということでそこだけ注意していただきたいところですね。ドルトンプランの由来はドルトン市で行われたためですね。ということになります。日本ではえということになります。どういうプランかというと一番最初に出てきましたコメニウスの言ったような 学,級学年の単位で作ってで一斉教授をやってきたんですけどもそれをやめますですね国語のの実実験験室室算数みたを作るわけで子どもたちはその実験室に行く日を自分で時間割を作って学習の割り当て表を作ってそれに沿って実験室を訪れ学習をしていくっていうスタイルを取るものになります。 行かない人が現れれた場合のことも想定されていてちゃんと行って学習をした人はその実験室で教えてもらった時にシールなどをもらってでそれを、えー、となんだろうクラス担,担任しているクラス所属しているクラスのと壁後ろの方の壁にあの自分の学習名前 何日行った行ってないみたいなものを貼っていくようなスタイルで担任が一目で誰が行ってちゃんとやってるかどうかが把握できるようなものも用意されている子どもたちに自分で学ぶものを選択させて意欲を持たせつつも一応管理もちゃんとできるようなっていうふうに考えられたのがドルトンプランっていうことになります。 では2ページから5ページのサブノートの中で特に注目しておきたい人物だったり著書であとプラン名だったりっていうのをここで紹介してきましたそのほかにも重要な人物だったり著書だったりっていうのがあると思いますなのでサブノートの中もそうですし演習問題を通してですねそのほかの人物の特徴もしっかり押さえていっていただきたいというふうに思いますこれで教授学習理論の講義を終えたいと思います